お待たせいたしました。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発はルーキーの田中、対するマリーンズの先発は左の大隣、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の田中マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは細井。投球これから4球目、145キロ直球、空振り三振。ファイターズ先制のピンチです。ワンアウトランナー三塁という場面で打ちました。渡辺バック取った、これで2アウト、ランナーは三塁変わりません。第1球投げました、初球打った、打球は三遊間へ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。最後はいい守りを見せてくれました。ファイターズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。ツーアウトランナーなしという場面で高濱、第1球投げました、ストライク。第2球投げました、ストライク。第3球1球外してボール、次は4球目投げた、打ちました、ライト前のヒットになります。高濱いいバッティングを見せました。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で根本、打ちました、あっと引っ掛けた、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴みました、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、打ちました、ボール取った、2塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。2回の表が終わってマリーンズ無得点で終了です。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打ちました、平沼ボールを取る、1塁送球、アウト、ファイターズ先制のピンチを迎えます。投げた、打ちました、ピッチャーこれは守備範囲内、アウトです、1塁はアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのファイターズこの回2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって0対0、ファイターズ先制のチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で高濱、外れた、ボール。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。投球はこれから3球目、ストライク、バッター追い込まれました。投げた、打った、ファウルボール。さあ投球は5球目、打った、ライナー破った、ライトバックホーム、二塁ランナーホームイン、ファイターズ先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。マリーンズ追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー1、低めのボール引っ掛けた、フラフラッと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球初球から打ってった、1、2塁間ライナー破っていった、江村ナイスバッティングです。ファイターズ同点のピンチを迎えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは細井、今日は三振とショート、変化球、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。ファイターズこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。5回の表が終わって1対0、マリーンズ追う展開で迎える6回です。2アウトランナー1塁という場面で打ちました、抜けた、レフトからセカンドへ、セーフ、2塁はセーフ、勝木いいバッティングを見せました。ファイターズ指名打者根本、第2球投げました、打ちました、ショートバウンド取った、渡辺軽快な守備を見せました、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ファイターズこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。6回の表が終わって1対0、ファイターズ1、ファイターズリードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で高濱、タッチセーフ。
ーフ。第1球投げました。林道を見送ってストライク。まずは見送りました。投げました。空振り。少し迷ったか。追い込んでから投げました。危ない球。第4球を投げました。外へ逃げるスライダー。空振り三振。マリーンズ追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で高浜、初球を送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。アウト。ランナー2塁に進みました。ファイターズ同点のピンチを迎えます。第1球キャッチャーへのショーフライだ。掴みました。送りバント失敗。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。打った。ショートバウンド、ボールを掴んだ。ボールうまくさばいています。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ファイターズこの回ワンアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。7回の表が終わって1対0。ファイターズ依然マリーンズ追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で安田、これは引っ掛けた。これは内野ゴロ。森山そのままベースを踏んで2アウト。ここまで2安打の勝。ファイターズ1打高め、空振り三振。ボール球で仕留めました。リプレイをご覧ください。井口辛くも後続を三振に切って取りました。8回の表が終わって1対0。ファイターズ依然1点リード。ファイターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で高浜、今日はここまで3打数2安打1三振。初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げた。打ちました。ファール。マリーンズ内野陣はゲッツー体勢。打ちました。セカンドライナー。これで2アウト。マリーンズ何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で打ちました。初球打ちレフト方向へ持って取りました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。1塁タッチセーフ。第2球1塁ランナー打ちました。ヒットエンドラン。ここは慎重にボールを取りました。アウト。ダブルプレー。ゲームセット。ファイターズ1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。